こんにちは。こんにちは。今日はですね、こちら松岡さんが先日京都に行ってきていらっしゃったので、松岡さんからの京都のお土産ですっていうものを食べたいと思います。タイトルは違いますね。八つ橋です。中身は八つ橋でした。八つ橋。問題感じ。八つ橋私大好きなのでちょっと食べてみたいと思います。これは抹茶味ですね。いただきます。美味しい。抹茶とあんこが美味しいですね。いすねはい。食べる。食べちゃう。ママ食べる。くれないんですけど。美味しいですね。このなんか。ありがとうございました。ありがとうございました。という松岡さんは今カメラマンをしています。